い、どんちゃー、スレヨシグです。本日の動画はズダということで、今作ね、ズダ動画上げるの初めてだと思うんですけど、なんで撮ってきたかって言いますと、あのね、シードをさ、見終わってからちょっとまた別のガンダム作品も触れてみたいなということで、次何見るかなーって探していたんですけど、その時にね、ふと思い出したのが、うちの親父がね、大の MS イグル好きでして、俺が小学生の時にね、リアルに本当に100回ぐらいね、見せられた記憶があるんですよ。レオ、今日はズダを見るぞ、今日はヒルドルム見るぞ、今日はヨルムンガンド見るぞ、今日はビグランドル見るぞって感じで、あ、もういい、親父これ見た、本当にこれもう飽きた俺みたいな感じでね、当時の、まあ、俺と兄貴はね、今日もテレビでね、あれ流れてるね、みたいな感じだったんですけど、今こうやってさ、まあなんかこう、ガンダム作品に触れたいっていう意欲を持って、で、あとまあやっぱ当時のさ、小学生の感性じゃなくて、今この、大人になった感性で MS グル見たらどんな感じなのかなって感じで気になったからね、見てみたんですよ。まあ、特にあれ30分だからさ、1話。てかさ、なんだろうな、短いから、やっぱパッと見れるってのもあって今回見たんですけど、めちゃめちゃ面白かったんですよね。なるほど、親父が熱中するわけだと。いった感じでね、めちゃめちゃ感動しちゃって。で、あのね、特にやっぱさ、バーサスシリーズではさ、見慣れてるズダとヒルドルムがね、すげえかっこよく見れたのよね。ゲームだとさ、まあ、ズダを置いてたら、ヒルドルムとか特にさ、対面してると憎たらしく感じるから、なんだけどね、いや、てか、あの先にさ、パイロット込みでめちゃめちゃかっこいいんだっていう感じで、今回は触ってみたいなと。で、どっち触るか悩んだんですけど、ヒルドルムは無理じゃないですか、超人には。といった感じで、今回ズダ触ってきた次第であります。でね、ここからが本題なんですけど、俺ね、ズダとの相性が最悪でして、なんでかっていうと、俺さ、世界癖がひどいんですよ。まあこれ短所でもあり長所でもある、まあ長所っていうあれの方が強いんですけど、俺世界癖がひどくて、でズダでね、世界しようとするとどうなるかっていうと、このサブ射撃、この体感ライフルの使用が長押しすると青ロックになる。まあ、つまるところ、誘導しなくなって代わりに自分で銃口を決められるっていう仕様なんですよ。だから、俺これ、手癖で長押ししちゃうから、一生青ロックで撃っちゃうの。で、別に曲げ撃ちしてるわけでもないんですよ。だから、つまるところ、全く誘導しない。俺のね、ズダのサブだけね、一生緑ロックなんですよ。っていう感じでね、マジで大変だった。全然アタボが出ないんですよね。コタングのズダとね、組んでいた時は、ズダアタボやばくてマジで。毎回コタンがね、1万7000、1万8000とか取ってたから、俺もいっぱいアタボ出すぞって言ったんですけど、俺のズダ平均アタボリアルに3000ぐらいでしたね。っていう感じで、そこら辺に四苦八苦しながら今回、乗ってきました。お楽しみください。ちなみにね、2試合目の方では、ちょっとね、とある事情で V 覚醒でやっております。ということで、そんな試合見ていきましょう。はい、ということで2試合目、これ V 覚醒なんですけど、理由が、いや、これね、マジで分かってくれると思うんだけど、MS イグルのさ、ズダを見てから、バーサシリーズで触りますってなった時に、どの覚醒選びますかって言ったら、V 選びたくなりません。いや、やっぱね、劇中のさ、俺、特にやっぱすげえかっこよかったのがね、バーニアのなんか姿勢制御ってのもまた違うんだけど、なんかこう、カクッカクッって動く感じ。なんかこう、普通のモビルスーツにはない、動き。あれをね、バーサシリーズでやりたくなるんですよ。ってなった時に、やっぱ、カクカク動けるのはブーストダイブじゃないですか。で、機動力もめちゃめちゃ速くなると、いった感じで、まあ、V 覚醒で空中分解したいなと思います。といった感じで見ていきましょう。今青ロックになってましたね。そう、今みたいな感じで、俺ね、なんかこう、エイペックスのパッドの、なんだっけあれ、エイムアシストか。エイムアシストがないバージョンみたいな感じで、本当にね、当たらねえんすよね。今のところもね、やばいな、俺のズダこうやって見返すと、一生ロックだ、これ。っていう感じなんですが、アシスト、あ、そう。だから、そう、ズダを乗っててね、一個感動したのが、俺のね、本体の、リバル少佐が乗ってるズダは、もう全然誘導しないんだけど、隣のね、ズダの体感ライフルはしっかり誘導してくれるからね、アシストのね、体感ライフルしか当たってないんですよね。っていう感じで、ここら辺悲しいポイントでございます。さあ、といったので、ジオの覚醒が迫る場面、ここは逃げ切っていきましょうと思ったんですけど、いや、これ攻めた方がいいなって感じで、あ、で、あとそう、ズダの V 覚醒ね、弱えなって思ったのが、このキャラさ、サブを、打つときってさ、まあ、レバ入れしない、てか、なんか、曲げ打ちするときにレバ入れするから、通常で打ちたいときってレバーニュートラルにするじゃないですか。だからサブブーストサブってやると、ブーストダイブがね、暴発するんですよね。っていう感じで。いや、やっぱまあエース覚醒なんやろな。てか、やばいな、俺、こうやって見返すとさ、一生アオロックじゃね、俺。
やば、あ、これ、お、やばい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 、え、これこんななってるとは思わなかったっすね。なんか俺あんまり意識して見返してはなかったんですけど、ひでえなこれ、それ頭出ねえわけだ。さあっていう感じで、ここのオーバーヒートの展開、ここ一回トマホークぶん投げていってさ、前角でこれはうまかったんじゃないか。さあ今のところね、あの格闘から世界にしてたんで、こういうところのね世界技術はやっぱねメリットとして生かされるわけですね。いやでもまあ俺もね、ま、今までさこうバーサーシリーズやってて世界がデメリットになる場面ってなかったから、あーやっぱこれなんかできててよかったな、だからそのこの技術習得してよかったなってなったんですけど、これが裏目に出るとは思いませんでしたね。さあって感じでとりあえずここは一回逃げていきつつ、あー惜しい、あのね、ここは多分ねあの曲げ打ち狙ってますね、さすがに。さあって感じでここはインジャに詰めていく展開、またオロックになってた、なんでいやこれさ、いや分かってんなら倒しにしなよってみんな思うじゃん。人間の手癖ってねそう簡単に治らないんですよね。今もオロックだったね、怖いねこれね、やばいね、俺の図だ、やばいねこれね、これ動画げてんの狂ってるわマジで。さあって感じで再び V 覚醒で詰めていく展開ですが、ここら辺であれブーストダイブ意味ねえなってことに気づいて、やけくそで高機動でメインを押し付けて試合終了と。はいといった感じの2試合目でした。いやだから2試合目これ恐怖映像だな、俺こんなにオロックになってると思ってなかったわ、終わってる。いやでもね改めて思ったのがね、 MS グルやっぱ曲もいいな、やっぱね俺あの空のたもとがね思い出の曲というか、あの記憶にこびりついてる曲というか、また親父の影響なんですけど、あの人ね車の中でめっちゃ流すんですよ。あの今でもね、なんならこの前ね飯行った時もねあの流してたんですけど、特に昔ひどかったのがね、まあ、小学校の頃にさみんなで家族旅行行きますってなった時に、あの旅行の行きで2回流れて帰りでも2回流れて合計4回聞くみたいな感じでね、腐るほど聞いてたんですけど、改めて聞くとやっぱいい曲だなとなりましたはいといった感じで3試合目見ていきましょう。さあ対戦相手がハイニューとゴールロスモということで、この試合はだいぶうまいとか、そう俺の図だね、体感ライフルよりも CS のねバズーカを当ててることの方が多いんですよねてかこの CS さ強くない？なんか発声とかさあの感性めちゃめちゃ乗るから、この手のねモーションが強い武装っていうのはその分弾の性質ってあんまり良くないイメージがあるんですけど、ズドンはねこの CS ちゃんとね弾も強くてびっくりしますね、超使い勝手いい。だからこれを打ちたいがためにサブから世界にしちゃうんだろうね、で青ロックになると誘導しません。さあっていう感じでここはハイネとミヤボル、おお今のはねちゃんと多分曲げ打ちになった、てか多分あの誘導で狙うのが不可能だと思ったレオシグは曲げ打ちで当てるようにしたんですよね、ここで。さあっていう感じで誘導しないです今1射目のところ誘導しなかったね。さあラストはシュトルムホルストからてかやばいねこれ当たり判定っていう感じで、てか今相撲にも当たってたのかなっていう感じの3試合目でした。いやでもね俺本当にね親父の影響でこうガンダムをさ知ったというか、まあ親父がそれこそレンジを買ってこなかったら多分俺バーサシリーズって触れてなかったと思うんで、だそういう意味だと今こうやって皆さんとね関わっていられてるのも親父のおかげなのかもしれない。いやまあ負け打ちも俺てかね、まあ、あのちなみにねあの人ねたまーに俺の動画見るんで、あのあんまり言いたくないんですけど、まあそういうお話でした。ということで本日のラスト見ていきましょう。対戦相手がハイペリオンとケンプファーということで、ハイペリオンね結構弾消されちゃうからきついんですけど、相手のこうなんかあの射撃ガードのところにうまーく、まあ特殊の爆風とか CS もね爆風ついてるんで、これここら辺でめくってあげるとそっから結構美味しくサブ追撃できたりします。さあといった感じで、てか何ならもうこれ曲げ打ちでしか打ってなくないこの人さあケンファーが集めてくる場面、ここをさすがにきつそうかと思ったが、モアが強えんだなこれ。ちなみにね今のところはまああの青ロック、あ今青ロックだったね、あのね俺サブサブの追撃がね安定しなくて、まあこれも理由がサブのね2射目のところ青ロックだとね、あの誘導しないから追入らないんですよ。皆さん気をつけてください、ちゃんとターン押しで押しましょう。てかやばっ、いや俺待って俺今のところサブ見てて8割9割全部青ロックなんだけど、こんなに青ロック打つキャラだっけ。さあてかね、ここは横格闘からの下派生、これ割と知らない人多いっすよね。さあしかもそっからちゃんと実はサブキャンセルまでついていると。さあそっからサブ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 、あ見て、あのほら今あの起き上がってるでしょハイペリオン、なんでかっていうと青ロックになってるからです。これねわざとじゃねえんだよ本当に、ここやばい
格技で全部なんとかしたわ。やばくない？待って、こんなにやばかったんだ俺の図出して。今改めて見返してドン引きしております。これを YouTube に上げることを許してください。はい、って感じで思ったよりとんでもなかった量子崩しだ。じゃあ逃げ行きましょう。ガチでやばいな、引いてるわ本当に俺。はい、ご視聴ありがとうございました。いやてかこれ4試合目面白いから、これ1試合目持ってくればよかったな、もったいね。まあまあいいや。はい、って感じで、まあ4試合目でまで見てくれた方は面白い視点が見られたと。よかったらちょっとタイムスタンプで貼っといてください。ハードつけるんで。はい、って感じでご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみに。バイバイ。衝撃映像だな。